実写とアニメの融合すごくワクワク、王道のファンタジーではないから、新しい感覚、自分の心が動いた、新しい技術でブラッシュアップされるのかな、日本にしか作れない昔漫画原作の映画を作った時に妄想していたことがあって、白黒はっきりついてないグレーなね世界に漫画のキャラクターが現れたらどういう、こう成長を遂げていくんだろうっていう、こう興味から始まった企画です。何かこうアジアにいる僕らだからこそできるファンタジーを目指そうっていうのは割とずっと根底にありました。はい、世界を救う夢なんてありませんから、そんなの無駄ですから。3、4ヶ月のドラマ撮影で主演っていうのが初めてだったので、どうなるんだろうなっていうのはすごく自分の中でありましたし、渡り凪役中島聖奈さんです、よろしくお願いします。実写とアニメの融合っていうのがすごく新しい挑戦であったので、すごくワクワクしながら臨みたいと思ってました。それを見てるナギってくだらない世界だな。ナギっていう役が私とちょうど同い年だったので、等身大の自分というのはすごく意識しました。学校とか人に対してあんまりいい思いというか、馴染めていないとか流れに乗れてないっていうのは少し共感できるのかな。ここじゃそんなの通じないって、信じたって何も変わらないから。凪は夢が持てなくて諦めてしまったりとか、ちょっと失望している人だとは思うんですけど、タイムと出会ってそれがどんどん変わっていって、人を信じるっていうことに対してすごく向き合っていくっていう姿は凪の良さだと思います。今回が初共演だったんですけど、お芝居っていうものに対してすごく熱を持っている方だなと思って、隣で演技している姿はすごく頼もしかったですし、個別で覚えることがたくさんあったと思うんですけど、調整してきていてすごいなって思いました。パムセデイタイム、2つの世界どっちを守る、ラクタと一緒に世界を救うんだ。よろしくお願いします。そうですね、全くなんか分からなかったですかね。映像で見ると分かるかもしれないけど、なんか一番最初に台本読んだだけだとやっぱり分かりにくいことが結構あったので、本当に何も分からなかったですね。諦めないことですね。これしかないって言ったらちょっと失礼ある、タイムに申し訳ないけど、もううざいぐらい諦めないんですよね、タイムって。でもそれがなんかあるおかげで、その物語の中でできることっていうのは本当にたくさんあったので。なんで諦めたの？諦めないってもしかしたら最大の抵抗なのかなっていうのはすごい思って。いや、できないことなんてない。はいはいはい、着地様に起きてる時にはもう考えてるんだ。いや、指輪の話むずいな。はい、アクションとかもあって戦うこととかも多かったんですけど、もういくらボロボロになって、いくらもう本当立ち上がれなくても、もう終わりないぐらい行く。力がないがゆえにそういうものを持ってるっていうのはすごい魅力的なのかなっていうのはずっと思ってましたね。人が言ったこととかを信じるってことを素直に気持ちとしてやれば、タイムと同じような感覚になれるっていうのを思ったので、はい、まあ、ちょっと違うけどなんかやりやすかったです。一応楽に炭酸飲めないんですよ、普段飲めないの。飲めないです、もうあの一口で結構きついです。リアルに
中島さんは本当にこう画面に映ってるだけで目を引くというか、見てる側が能動的に彼女が感じていることを考えたくなるような魅力があると思うんですよね。すごい素直で現場でもこう何でも吸収していくタイプで、芝居相手の発したことに対するやっぱりリアクションがすごく上手な俳優さん、聞くっていうことに優れているというか、2人とも今の年齢だからこそ描けた2人なんじゃないかなとは思ってますね。ウーパランタおったんだい、どけスペース、よくやったタイム、ありがとな。国の英雄でまた国を救わなきゃいけないっていう、誰もが幸せに暮らせる理想の楽園、この作品に関してはいなかったですね。アニメの世界から飛び出してくるっていう設定がそもそもないし、もう完全オリジナルの悪態用の解釈の仕方望みました。1個目こう避けるのとこう避けるのと2個、どっちもいいよ。2個目でいきます。さあ下を引いて、アクタっていう少年漫画感ステレオタイプになってもいいなと思ったんで、求心力があって明るくて、キャラクター性と見た目をこうどう紐づいていくかみたいなものは割と話しましたね。彼はいろんなアニメとか漫画原作のキャラクターやってますけど、どんなキャラクターにでも実存感が出せるんですよね。ちゃんと生きて存在しているように見える、圧倒的な花ですよね。それがやっぱアクタっていうキャラクターは彼以外にはその説得力を持って演じれないじゃないのかなと思って。ごめんね、おじさん、シャボン玉が大嫌いなんだ。お前は私の知るドラゴン乗りの中で最も弱い。マウルの示した道だ。創造主を殺せば我々は生き延びられる。僕はスペースっていう役だったんですけど、まあ、一貫してずっとこう自分がこう民を救うっていうことを言ってるんですね。創造主、ようやくたどり着いた。他の人から見たらちょっとこう違うんじゃないのって思うところも、自分を信じる強さというか進んでいく力っていうのはすごくスペースと役に感じて、だからそこの温度を出せたらこの作品の中でいいスパイスになるのかなっていうのは考えていました。ありがとうございます。せーの、まあ、何を考えているかわからないような不気味さとか不穏な感じっていうのはシーンごとに監督と話したりとか、それよりももうちょっとだけ、あ、そうですね、一回触れるじゃないですか、はいはい、最後に触れないのもいいな、あー行くんだけど、いいっすね、監督のイメージに少しでも近づければいいなって思ったし、またそのイメージを超えたいなってすごく思っていたので、まあ、主人公たちの、敵として出てくるキャラクターなんですけれども、まあ、圧倒的な強さがあり、ビジュアルとしてもですね、表情が読めない、非常に不気味で敵としてのかっこよさというものがすごく溢れているキャラクターになっていると思います。それがどうした、まあ、どうやってもこの人にはかなわないみたいな圧力でありますとか強さみたいな、大行に表現するのではなく静かに、そういう感じで、表現できたらなと、なんか思って意識して演じておりました。はい。
先生が最初に挙げてくれたデザインがビーバーを入れてる、ドラゴンイコール爬虫類じゃない、ガフェに関しては弱いっていうことが重要だったので、タイムとつながるようなポンコツ感だったりとか、あと色合いっていうのは意識しました。すごく非常に可愛らしいというか、主人公たち含む人間とも共存しやすいタイプじゃないですけど、気持ちを寄り添う描写があったりですとか、相手を気遣ったりとか、逆に自分の喜びをこう周りの人に伝えるとか、なんかそういうところの心情感みたいなものは非常に掘り下げがいのあるキャラクターなんじゃないかなと思いました。実際に収録を進めてみてすごく大切だったのが、リフォルメされたドラゴンというよりかはやっぱりリアルな生き物としての側面も大切にしてほしいというところで、呼吸のテンポ感とかうちのワンコを参考にしつつ、あとはドラゴンっぽいサウンドでやると犬っぽいけど、そこにもうちょっとこううんっていう音出して、だけなんかがなりとか気持ちどう猛さを入れる、やってて楽しかったですけど苦労した、面でもありましたね。いで、悲しい、何それ。そんなこと言ったって分かってもらえないことだってあるし、言っても無駄なことだってあるだろ。初めてちゃんと生きてる気がする。うわ、 OK です。エマくんが明るい方で、いろんな方とエマくんを通じて話せたりとか、話を積極的にしていただいてすごく助かりました。上体験されたら僕のあり方こうです胸張ってここで俺が出てるぞ。みんなすごい年がなんか一緒ってわけじゃないんですけど、すごい本当自然に話せるようになってきて、僕の冒険でもありみんなの冒険でもあるので、みんなそのワクワク感っていうのはすごい持っていて、一緒にお芝居やってて楽しかったです。なぎさんに質問です。タイムとサイラガシが、家をぶち壊したと思うんですけど、まあ、特にサイラさんは屋根をぶち破ってるじゃないですか。その時の心境を。内心ぶち切れです。内心ぶち切れですよね。心広いな。心広いです。まさかウーパーランタの戦士タイム君ですか。どうですか撮影は。緊張してます。緊張してるですか。本当にいち早く帰りたいです。帰りたい。こんな地球でいうんですか。おさらばしたい。おさらばしたいですか。激おでニョッキを作っていただいて。ニョッキすごい美味しくて、ずっと食べてるっすよね。残りね、捨てちゃうのもったいないから食べます。いただきます。バイバイ。はい、ありがとうございました。はい、以上アクタです。生まれて初めての演技がこの現場で、僕はすごく幸せです。やばいなちょっとまとまんないんですけど、ここのキャストさん含めスタッフさん監督さん全員大好きです。ありがとうございました。あなたがナギだね。ああ、これは断りの外のもの。タイムもここに来たのか。僕は知ってるんだ。花は創造主なんかじゃないって。マウルは間違ってたんだ。あなたの想像力が世界の扉を開く。突然世界観が降りてきて、無理やり頭の中を開かれてハッキングされたような感覚で、目は覚めたけど、その完全にそのスタンダードになってんじゃなくて、すごい続きの意識のためですよね。ごめんなさい。私が死んでも世界は変わらない。見えないものが見えたり、聞こえないものが聞こえたり、そういう感じ。母さん、もうずっと眠ったままなんだ。
帰ったらまたみんなで餃子を食べよう。大役の杉田正樹さんが前回で出演になります。あ、マジ今日は餃子パーティーします。新しい入居者、この人は俺のパートナー、カンナです。よろしくお願いします。弁護士の虹崎です。よろしくお願いします。あらかざるもクーデカラズ、クーデカラズ、デジタルト崩壊。他の現場ではなかなかできない経験をたくさんさせてもらいました。残り数日頑張ってください。ありがとうございました。アニメーションというんですか、非常にいいところが出ているなというのはすごく感じましたね。キャラクターを持つ心情感とか表情の細かさというんですかね、すごく自然で、実写の映像にこう行ったり来たりしてもうまくマッチしそうだぞというのはすごく感じました。アクションシーンはやっぱり大注目ですね。こういったファンタジー作品の大きな魅力だと思いますし、アニメーションとしてもすごい力の入っている部分だとは思いますので、見てると、はい、なんかここってめちゃくちゃでかいみたいでしょ、多分端から端までで終わり方と始まり方ってやっぱシーンみたいにあるじゃないですか。アニメと実写続けて流すのか、アニメで一回終わるのかとか、それによってまた変わってくるしなとか。でも逆に実写までこういう始まり方をしたいっていうことであれば、逆にアニメの方でロングが欲しいとか、キャラクターが欲しいとか。大塚監督とはアニメでやりたい表現だったりとか、今回大切にしていることみたいなことを話させていただいて、この時のジャキョートの服とかは知りたいんですか。まあ、ドラゴンは神聖なものだとしたら、それのこう皮とか骨とか、なんか神聖なものを気がしているように見えるとか、太陽と太陽重なってどうのこうの設定を生かすんだったら赤くしなきゃいけないんですよね、うん、そうするとこのシーンになるたびに赤いんですよ。アニメに戻った時にちゃんとこの世界が危機であるってことを絵でも表現できたのがいいと思うんですよね、うん、そう考えると赤いっていう答えは僕はいい気がしていて、いや、それをおっしゃったと思います。デザインだったりとか色合いだったりとか、そういう細かい部分を話しつつ、あと本の話も結構しましたね。そのラーシャスの服を隠している手のタコとかちょっと出ちゃってる、でもなんか仲間っぽい、うん、昔は友達だったみたいな、なんかドーンってなって一回煙全部アウトしたのに変化したボーナスと、なぜか鎧をまとって敵っぽくデザインになったジャイロ、ここで出てきた方がいいかなって個人的には思うんですけど、ここで要するに気持ちも2つ完全に分かれてるっていうことも含めて、アニメ監督としての視点からこういろいろ指摘してくださってブラッシュアップしてったみたいな感じだったと思います。できるかな。ちょっとっかー、いったー、ガフィンが俺の言葉を聞いてるんだなあ。うわー、もう何もわからなすぎて逆にできなかったですかね。まあ強いて言えばなんかその、まあ、台本読むだったりとか、ちょっと撮影の時のことを思い出すだったりとかはしたんですけど、めちゃくちゃ大変でした。で改めてなんか映像を見てすごいことやってたなって思うし、この世界を見捨てるつもりか、答えろジャイロ、カタールス。アニメと実際の人間がこうどう融合するのかっていうのはすごく楽しみだし、それがあるからなんかこう腑に落ちるというか納得する部分っていう人もたくさんいると思うから、アニメーションというのはすごく自分の中でも期待してるというか楽しみ。カサミ、ダミダラ。オローテア。パナインシュア。プリンチスのパイレングが、ウパナトンチのジョーパイレ、アッカサミダミダラっぽくて。あれはとんでもないですね、あれは。本当に。ディーカイ。パイレンドパッキーや。
ネイストミンパクション、アクター A。 一番最初にウパナタ語っていうなんかあのこのお話だけに出てくるあの言語があるっていうのを聞いたときにすごいなと思って、まあでもなんかちょっと舐めてたんですよね。極端にいや難しいわけじゃないだろうって思ってたら案外難しくって、ライトの番号を入れるかい、スクチュームへの細やかいアギヒギャルの中指役とすごく微妙な発音なんですよね。なんか言語をオリジナルにするってすごいなと思って、その辺すごい苦労しましたけど、相手を思うこととか相手の声を聞くっていうのはすごく今の時代必要だなと思うし、最近はすっ飛ばして違うコミュニケーションになってる気がするから、相手あっての自分っていうのはなんかすごくいいテーマだなって思うし、ゴロムチャダユチューゴロムシャ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 ーゴロム最初はこう話者の少ない言語をモチーフにして作ろうと思ったんですよ。多分中野先生が入って完全にオリジナル人工言語を作った、文法から作ってるんで、どこの国の人が聞いても全く理解できないものにはなってるって言ってましたね。ウーパナタ語のよりとかやばい、マジでやばい。順当バクチョかい。日本語でなんかお芝居するときトーンが変わったりとか気持ちによってセリフの言い方が変わると思うんですけど、それはなんか日本語をずっと話してるからこそ自然にわかるけど、ウーパナタ語は僕はもうあのその時はまだ全然話したことなかったし、バイトラン、バイトラン、バイトランとやっぱり母音がかなり「あ」に近く聞こえるんですよ、うん、で、まあ、できればなんかもうちょっと「う」みたいな、バイトランドで全然違う、バイトラン。タイム自身はウーパナタ語を話してる時間の方が長いわけなので、ちょっとでもなんか妥協したりとかするのはもうめちゃくちゃだったので、厳しくというかちゃんと凝ってやったっていうのはありましたね。もう本当に冒険でしたね。クオリティが高すぎて、キャンプ場にセットをアクタンの村で作ったことがあって、すごい作り込まれてるし、あんまり日本でいると見ないような模様であったりとか、なんか建物とかがあったので、今まで自分がお芝居するときに経験したことないような環境であったので、なんかそこにやっぱその3人で歩み進めていくっていうのは冒険感すごかったです。なんかゲームしてるような感覚はありましたね。なんかそうですね、ディズニーの社員ってないか、アジアの例えば民族の人たちの何か衣装だったりとかデザインだったりとか、そういうものを取り入れてこうメジャーで発信したいっていうのがベースにあって、カツラにしても傷にしてもメイクにしても監督が、すごくこだわりのある方で、なんかいろいろ試してこの形に落ち着いたっていう感じですけど、すごく時間をかけたからそこでこうアニメとこうバランスが取れたらいいんじゃないかなって思いました。台本だと結構想像の部分というか絵が自分の中で想像があんまりできなかったので、実際に現場で見て分かることがたくさんあって、撮影していくうちに徐々に印象が変わっていったところはあります。ファンタジーってこう現実には起こり得ない出来事だったりとかキャラクターが出てきますけど、どう見ても本物じゃん。
その世界の中ではリアルに見えないといけないんで、それをこうどう構築していくかってことは結構 CG チームと話してました。これだけの CG を使ってっていう撮影が初めてだったので、どうやるのかとか全然全く知らない状態で撮影に挑んでて、なんか割と本当に広大なって大地に戦っていいみたいな。ガフィンがちゃんといるっていうのがすごく新鮮で、お父さん帰ってきちゃう。やべ、母ちゃんに何も言ってない。ガフィンは実はこう本番前にテストの時とかはパフォーマー役の人を一人入れてガフィンの格好して演じてもらってるんですよ。だからこう CG のキャラクターだけど何かリアリティを感じれたのかな。ガフィンを見て、ちょっと口開いてて、ちょっと歯が出てる、トゲトゲの歯が出てる。目線合わせとか、どういう動きをするかっていうのは確認できたのですごく良かったんですけど、本番は何もない状態でとか、なんかそういうのはすごく難しかったというか、慣れるのに時間かかったかなって思います。ガフィンと話す時とかっていうのは完璧一人芝居になって出たので、話す時っていうのはどういう感じなんだろうっていうのは最初分からなくって、大変だなっていうのは初めてやったので思いましたね。乗馬とはねまた違くて、馬は平行ですけどちょっと傾斜があるんですよね。そういったところがまた新たな挑戦で、俺も行く、次はもうすぐに乗れます。質感ですよね。既存のドラゴンの出てる映画をリファレンスにしすぎちゃうと、どっかで見たことあるものになっちゃうじゃないですか。だからそうじゃない質感、どこを狙っていくかみたいなことは詰めていった。ウーパランタの空はもっと綺麗なんだ。行こうよみんなで。王道のファンタジーではないかなっていうのはすごい思ってて、日本の制作チームだったり日本の監督とか日本の役者さんがやってるからこそ出るキャラクターの味っていうんですかね、新しい感覚があると思うので楽しんでいただけたら嬉しいなっていうふうに思います。日本でこれだけの CG とファンタジーの作品があるっていうのが私自身もすごく驚いていますし、自分のいる世界を変えていくのは自分自身の意識だったり周りの人の助けだったりっていうのはすごく大事なんだなっていうのがこの作品で分かりました。答えがないものに対してこれだと思えるものを見つけて、そこをこう突き詰めていくかっていうことは多分みんながこう割と模索しながらやってたんじゃないかな。最終的にこうタイムが出す答えがあるんですけど、作品を作り上げたチームだから出せた答えだと思ってて、この作品の持つメッセージ性みたいなものを捉えてくれたら嬉しいなと思ってます。撮影も以上になります。ディズニープラス。